長崎ビルトを取ってるんですが、私どもこれを始めた時にはですね、いわゆる代替として新幹線の代替としてこのフリーゲージトレインをということで、例えば小倉から、ね、埼玉でこれをフリーゲージトレインを走らせるということで実験もやりましたよ。小倉にですね、ちゃんとした15メーターにわたるね、シャープを調整する装置を置いたりしてやったでしょ、ね、我々また実験室を見に行ったんだから、そんなことをやっておりまして、言いたいことは、もうそれがもしできるならば、いわゆる代替線早く走らせたらどうですか。34年まで待たなくても。なぜ34年というんですか。私が言っているのは、小倉、ね、大分、佐伯と最初から予定されて、ちゃんと鉄道研究所、あるいは JR 九州、パンフレットまで出したじゃないですか、そのことを。それをそのまま放置してあるじゃないですか。それはそれでね、目をつぶって34年に間に合わせるんだって無責任なんです。